ひろとです。あさひです。今日はね、皆さんは見てくれたら分かると思う通り、はい、私、むくんでるんですよ。そんなんいる？むくんでるんですよ。いらんくない？本当にすいません。今回、なんで鏡越しかと言いますと、はい、あさひくん言ってあげてください。そうなんですよ、あんまり理由はないんです。ここに鏡があったから、それだけでございます、うん、それではね、今日の本題いきましょうか。そうそう、今回タイトル大人気シリーズのプリクラあるあるの裏側、今日見に来たんですよね、はい、これひなら結構撮ろうっていうのを試みてて、うん、ずっと撮りたかったよな、うん、でも撮られへんかったんですよ。理由がひならプリクラ機ですごい騒ぐから、もう人が集まってきちゃってなんやあんな騒いでるところはみたいな、ほんでチラって見られたりとか、ひならプリクラ機のその羽がバサバサなるぐらい叫んで暴れるから、そうでプリクラの人やみたいになって、うん、来れなかったんですよ、ずっと。そうで、そんな時にね、場所を貸してくださる強者の方が出ました。はい、それがセルフ写真館。キャラがどうやって普段この JK のプリクラあるある撮ってるんかっていうのをお見せしちゃいたいと思います。作戦会議から撮影方法まで全部お見せします、はい、で、今回セルフ写真館ということでね、はい、プリクラとはちょっと違うとこがあって、うん、自分で撮らなあかんのよね。あーね。だからそのストーリー的にはめちゃくちゃカオスになるというか、うん、まあ見たことない人のために一回流しておきますか。はい、どうぞ。今回セルフ写真館やからストーリーもうまいことなるように構成決めていくのとか、はい、そういう作戦会議とかやっていこうと思います。はい、スタジオがあちらになるんやけど、まだ映さんといて。なんで映さんといて、まだ楽しみにしてほしいから。どけ。はい、見てください。さっきちょっと試し撮りしたいんや。いいじゃん、めっちゃ見て、この本格的なカメラ、バズーカ。今の一瞬でこの可愛さで見てください、小物。今回のテーマ決めるの逆に迷います。こんなに小物があったら、プリクラ機はないからな。プリクラあるある、ポーズが分かんないとか、プリクラちょっとだるいみたいな風に撮るから、もうこれゴリゴリやん。めっちゃ撮りに来てる人みたいになるやん。だからそこも構成めっちゃ大事にしないと。確かに。ちょっとじゃあ作戦会議しますか。それではサンサンブラザーズ JK あるある会議を始める。よし。ポーズも大体毎回6個か7個決めるんですよ、うん、で、そのプリクラも実はその1回撮りとかじゃない日もあって、顔が見切れてたりとかすると撮り直しするんですよ。前なんて4回撮り直しましたからね。ボツもあります。だからそれぐらいなら結構こだわりがね、あるんですよ。いつものパターンで言ったらポーズをまず決めて、その中間のカウントダウンはアドリブなの。やめてよ。痛いわね。なんであんたなんかでプリクラ撮らないといけないのよ。あんたが、私だってここ好きで来てんじゃないよ。あんたなんかといる時間が一番楽しくないの。いやー、で喧嘩にも勃発したから、スーってインして自分で押すらしいみたいな。ボタン使ったらめっちゃよくない。あんたが押しなさい、あんたが押しなさい、あんたが押しなさい、あーみたいな。スタジオ入ります。何してんの。え、あんたが押しなさいよ。行ってんじゃん。ここの方行きたいな。やだ。やだ。じゃあそれ持ってくる。ここに置いとく。置いとって、まず自分らでハート作って押しちゃう。間違えたんだけど。もう本当勝手に、あんたがさ、あんたが押したいし、本当にもうセルフ写真館なんだよ、本当にやだ。もう何やってんだよ。このサイドに置いとこう。次にエゴいのも撮りたくない。アーティスティックな宇多田ヒカルさんのこのジャケットみたいな、一回アップも作れない、クロスに行ってこういうの。ほら、意味ない。あんたが、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 ほんまに結構こんな感じで流れを一回作ってやるよな。そう、大体持たれる、こうやって。ああ全然可愛くない、これでも。可愛いって。可愛くないから、これ。可愛いよ。まあ、これは。まあ、めっちゃ可愛い。ちょっと、ちょっと前に出て。あんた何ちゃっからずっと通ってんのよ。羨ましくなって、それ連写みたいな。じゃあ、さ、ポーズさ、決めてもらって。意味が分からない。すごい、ずっと撮ってるよ。これは。
早くに決めないとみんな体力と集中力が持たないんで、もう本番2、3回目でいきます。浅井くんが今からテンション上がるために、ソイヤソネーさん、ソイヤソネーさんやります。やって何ソイヤソネーさん、昨日見に行ったよ。どんなん見てください、皆さんも楽しみにしてください。ソイヤできるでしょ。できません。さっきからみんな必死に構成考えてるのにテンション上げろテンション上げろってうるさいんで、じゃあやってください。じゃあ今曇りみたいな動画やるぞ。いや、そんなことない。編集でどうにもなるから。あーもう編集ってやんといて。編集でどうにもなりますからね。朝井くん BGM 入れてるから、ここ入れてるから。よし、こっからはもう気合い入れていかな。マジ一発で終わるすよ。ハート、馬、ハート、ドライフラワー、10いつ緊張する。じゃあ、あの構成できたんで今から本番していきたいと思います。これサンブラ使えんじゃん。ちょっここおーちゃんと撮るんやったら撮ってよ。めっちゃくな。まあその紐浅井が先週で消して何週でってほんまにこれが言わんといて。私たちタイトルで1000万回再生だって言ってるからには相当すごいもの作らないといけない。そりゃそうだわ。脇かきつもできてるぐらい汗かいてるからね。今止めそうだもんな。はい、飛ばしてないもんな。編集で飛ばしてた。もう自分で撮った。行きます。はい、早く来て、もう早く撮る。さっきがおすすめしたんだ。聞いて、しかもこれセルフで撮るらしい。まあ、そんな本当ないんか。あんたが撮ったんだよ。私が撮ったんだよ。私が撮ったんだよ。何、あんたが判断せず起こしちゃってるじゃない。あんたが死んでる。もう何、あんた私のこと答えにしてんだよ。この雪の綺麗な雪。あんた何してんのよ。で、くしゃくしゃで、その次めっちゃいいや、めっちゃいいや。その次に、あんた何してくしゃめっちゃいいや。で、おお、もう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 、やばいやばい、顔事故ってる。じゃあ、おー、めっちゃいいよいいよ。しゃあ、おー、くしゃあ、まあまあまあ、1、くしゃ2、くしゃ3、俺手広げたわ。ひならの裏技として、この撮れなかった写真たちあるじゃないですか、うんうん、ここだけを撮り直すんですよ。これはプリクラやったらそのポーズだけを意識して撮るけど、うん、これやったらめっちゃ簡単にできるで。でもほんまに一発でいける時もあるけど、ほんまにブレてる時とかな。一発 OK やろこれ。マジでなかなかない。でももう一回撮っとく一応。なんかいいの出るかもみたいな思っちゃっていつも撮っちゃうやん。あね、まだいけるかもみたいな。あ、まあ、あのセリフ言い残したなっていうのがあって、な一個あんた危ないわって言ってやった後の、うん、私優しさ出ちゃったわっていうセリフ言いたかった。そこだけ。そう、そのなんでこんなにこだわるかっていうと、この動画は全部テロップを入れるんですね、うん、だからそのテロップの中でどんだけ面白いことが言えるかっていうのも鍵なんですよ。いや行こう。じゃあもう一回楽しくなる。クソ楽しい。ちょっと待って、まずセッティング。じゃあどのぐらい楽しいか体で体現してみてくださいね。見てくださいよ。ひねるなし。いや、やって、ちょっと待って、やって、一回やってみ。あ、いいや、やってみ。あ、お互い楽しい。楽しい、楽しい、楽しいよ、楽しいよ、楽しいよ。ひねりすぎる。な、こういうことです。そこを磨いていこうっていう話をしてるやんやろ。ごめんなさい、いつもそう。で、俺の方から怒られて。じゃあテイク2、テイク1が失敗したとかじゃなくて、よりいいものを撮るためのテイク2。そうです、いきますよ。頭回しで、ね、行くよ。この動画がバズったら焼き肉、焼き肉とかやるから一食いになります。行くでーす。あんた早く来てんの、ここで撮るんだし。本当にサチコがおすすめしてるって言うから、もう本当にもうなんか、しかも聞いてこれセルフらしい。もうセルフあんたが撮ってるんだから、お願いやだよ。
私優しさ出ちゃったわっていうセリフ言いたかった。そこだけ。え、そうです。なんか私も疲れた。危ない。あ、優しさ出ちゃったわ。俺一個お前の銃とこの見舞い時にママにチクるわよって言ったのがこいつおもろと思ったのにそれなかったからちょっとえ、そのさ面白かったセリフ教えといてこれが完全に裏側え、でも割とこの辺に割と、え、割とここさマジ満点レベルでさ一発 OK できそうじゃん。確かにこうまず1やろ、2、これもめっちゃいいめっちゃいいで、3もまあかわいいこれちょっとセンターやったらよかったなぐらいでも逆にかわいくないやっぱ結局一番いいのは動画とつながることやからそう、それはそうあんまり本当はやけが奥の手なんやなそう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 あ、これちょっとやり直したいこれやり直したいなこれも、まあ、これもちょっと取り直したいとこあるそうやな、いけるよなもっとこんだけ武士持ったらいやでも素晴らしい初めて、まあ、こんな言うたらさ武器を持ってさ、うんやったやんテンション上がるなこ この写真画質がもうめっちゃいい綺麗てか正面どこ使っても可愛いこれ全部データもらえるんやろもらえる見てこれボツボツポーズだってお前の不満そうな顔エグいやつそんなに撮れるわけないやんみたいなボツポーズちょっと俺ら最初のなんか迷走しすぎやろなマジ完璧痛いじゃ俺の漏れアングル見つけましたもうずっとそれで歩いときやこれで歩いとくわマジで一回、うん、それでちょっと街中あれさスカウト組んでた歩いて歩いてうわかっこよで動画が完成しましたありがとうクランクアップでーすじゃあ一回完成アナクソのこのちょんまにさアナクソのこのとか使われよくないよくないでこれ中から撮りたいってずっと言ってるやんあ、このアングルがいいはいというわけで ね、あの完成したちょっと汗が持ってはいじゃあね完成した動画をね一回入りな入りな一緒にいいよ俺は一緒に入る俺はいいからお願いあの完成した動画痛いから完成した動画は今からは流れます、ね、今からはねちょっとまだ早いんですけどねエンディング後ですね使用時間の平均っていうものがあってねなんかそれエンディング後がこうなるんでねあのねそれをね改善するためにねそれをこうしたいんでねこうじゃなくてね天才やんもう、まあ、考えが、まあ、そういうところはしっかり見ちゃってるんでね皆さんエンディング後にいつも動画あるんでねあの見てくださいね本当にはいというわけで、ね、今日は最後まで動画見てくれてありがとうございましたグッバイシュミナツでしたあずいでしたハチとかおすすめしてってもう本当にもうなんかこれセルフらしいえもうセルフあんたが持ってるからやだよあんたが連れてきたんでしょ、はい、もう何してんの本当にあんた持ってるの何もちゃっちゃろしてるのもうどけなさいよあんた本当にもう何買ってんのよやめなさい。